けれども、そうですね、皆様3つ席がございますが、今1つポカンと空いております。こちらには窪塚洋介さんにご登場いただくことになっているんですが、ちょっと諸事情で今到着が遅れておりまして、ヒーローは遅れてくるものなので。でもお二人もう間もなくということを今情報が入りましたので、お待ちいただければと思います。この、半年弱ぐらいで、おっ、ヒーロー健山いらっしゃいました。ご紹介いたします、窪塚洋介さんです。謝罪会見おはようございます。窪塚さん、開口一番がすみませんという、新田君の大事な話の途中にごめんね。もう今喋り始めたばっかりです。あ、本当。まさか地球時間とは思わなくて遅れてしまいました。すみません、お待たせしました。まあ、間もなく公開ということで、現在のお気持ちなど伺えればと思います。はい、本当に今なんていうか直前になって、どん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 気持ちが盛り上がってきていまして、この盛り上がったタイミングでの寝坊というちょっとミスを犯してしまいましたけれども、本当に緩い作品なんで、現場でですね、あまりにも緩んで馴染みすぎちゃって、楽しくなりすぎちゃって、衣装で家に帰るという生まれて初めての体験もしてます。でちなみに帰ってすぐ気づいたわけじゃなくて、ご飯食べてる最中にポロッとこう落としたものの、が、あ、これ俺ジーパン俺のじゃないってなって、あ、上も全部違うというぐらい、なんて言うんですかね、脱力した感じというか、そういう作品だと思うんですけど、それもこれも全て前田監督の空気感というかせいです。この作品にちなみまして、自分が大人になりきれてないなと思う瞬間を井浦さん、窪塚さんにお伺いできればと思うんですけれども。瞬間というか、もう僕の生き方自体がもう大人になりきれてない生き方だと思います。そうですね、はい、大人たちに迷惑をかけ、言うこと聞かず、どうしていいかも分からず、直しようも分からない、そんなでずっと生きてきてしまいました。子供なんですよ。子供、はい、僕はもう一生子供でいるんで。あ、窪塚さんも子供なんですね。はい、じゃあその大人になりきれないとなと思う瞬間っていうのは何か、なりきれないっていうよりは、10代の後半でなることをやめたって。あ、これこっち行ったらいろんなこと諦めることになるし、いろんなことめんどくさいこといっぱいあるしと思って、早い段階でアンテナが察知したんで、あ、これ小棚で行こうと思って。じゃあ、 まあお二人はこれからも小棚をずっとこう続けると、はい、そうですね、まあ、自分の道を行くっていう感じだよね。ピーターパン症候群でね、それしかないよね。今回11年ぶりに共演されて、お互いに感じた、まあ、変化や成長、逆に変わってないなって思った部分もあると思うんで。いろいろあったけどね、結婚したりね、離婚したり、怒ったりしたけどさ、でもなんだかんだ今が一番いいっていう風に言えてる2人がここで今あえて仕事ができてるかなっていうのも確認できたし。さて今日なんですが、実はもうお一方スペシャルゲストにお越しいただいています。料理愛好家の平野レミさんです。いつもの、ええ、あら、全然顔違うわね。何とテレビじゃなくて、知ってましたか、僕の顔。映画と。あ、本当です。映画と眼鏡かけてるし、帽子かぶってる。はじめまして、はい、顔がちっちゃいんですね。ありがとうございますCG なんですよ。作品の中では、うん、豚肉のすき焼きが登場するんですけども、そうなんですよ。豚なんて普通すき焼きって言ったらもう絶対牛肉じゃないですか。それ豚でびっくりしちゃって、え、豚食べてると思って、ね、だから若い子はやっぱりね、お金がないから豚でね、よくて、で主婦もやっぱり、お金がないから豚でね、よくて、だから豚は経済的でやっぱりこれ、レミさん金持ってんじゃないですか。え、レミさんいっぱいお金持ってんじゃない。私そんなことないですよ。レミパンがこのリアクションは終わってますよ。ね、皆さん、蓋がこう立つようになってますよ。そう、これレミパンって言って、これ自立するのよ。そう、おしゃれですね。これ、欲しいですか。欲しいです。欲しいおいくらですか。欲しいあげるそう、レミさんは映画もご覧になったんですよね。はい、いかがでしたか。
だからもう本当にあんな不思議な映画、ほっこりもっこりゆったりのんびりなんだか知らないけども、本当にあの長風呂にゆっくり入った感じみたいで、もうねほのぼのとするのね。しいたけ食べてみていいですか。やって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 、うん、しいたけ美味しいからやってやって、うん、やるって言うんですか。私全部やるって言っちゃうのよね。食べることやるって言うんですか。そうやる。かっこいいですね。じゃあやっちゃいます。やってやってやっちゃ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 って、うん、やられちゃいました。